タポリを忘れるな。はい、ということでね、どうもマキーでございます。今回はね、こちらのリリカちゃんのね、シーズンカードをなんか検証でもね、ちょっとしていこうかなっていう、そういう気分なんで、いやー、行こうと思います。はい、ドライブ見ていこうか。とりあえず、ね、まあ、最近のシーズンカード全然出てくれなかったから、今回はね、ちょっと真面目にやって S4 でね、S4 じゃないか、S3 の終盤あたりでやれて、で、なんとか無事にリリカちゃんゲットできたんでね、よかったですと。ちょっととりあえず一応今までのリリカちゃんのやつも持っていきたいから、で、入れます。で、入れます。今までのって言ってもないんですよね。うん、2個しかない。わあ、はい、説明見ようか。はい、囚われの魔法少女リリカ。リリカはここで力不足が、ステッチがリリカは、リリカは必要なの？なんか日本語になってないと。どういうことですかこれ。なんか説明になってないんだが、すごい、すごいなんか不思議な文章。ちょっと待って、あれも持ってこう。なんか別のカードに、モチーフカードしてたけど。見なくてもわかるわい。ちょ。長いぜ。長いぜ。ちょ、カットしてるかまだぜ。長っ。オッケー、来た。来たな、ラインだ。とりあえず入れて、あっ、行こう。最近 SR 出てるなって思ったけど、もうなんか出なくなっちゃった。わあ、あなただけの歴史を作り上げます。どんな効果なんですかね。長いんだよね、ここが。起きた。多分攻撃カードではないと思うから、ちょっと、牢屋とか、バトルの始まりです。あ、じゃない？あの、ステッキがさ、ステッキってか、なんか取られるんじゃない？あ、ルーカいる。説明がさ、リリカはここで力不足がステッキが、じゃ、ん？逆から読んだりするのかな？リリカは、ステッキが、ん？必要なの？リリカは。リリカはステッキが、力不足がここで、リリカは、ん？ダメだ、わかんねえ。自問自答すぎる。まあ、やってみようか、とりあえず。はい。とっておきだよ、俺。杖が。杖だね。ん？それ、これだけ？それ。とりあえずちょっと切るしてみようか、近くで。それ。ほい。なんか変わる？あー、消えちゃったー。でもクール短い。はい。これ多分他のヒーローだと小さいとかかな。なんか、でもなんか他にありそう。なんか最近さ、サイズ変わるだけなんだけど、そのヒーローだけでなんかできるみたいなのあるじゃない。リリカちゃんの滑り値すごい、すごいね。これね、やるとね、マジでね、めっちゃやりやすくなる、これ。これすっごい便利。ここで当たるんだよ。えぐない？もう、やりやすすぎる。あー、完璧だ。じゃあちょっともう一回アピールとかしようかな。じゃあ、行きます。いや、わかんないね。とりあえずちょっと、一回やろうわ。
HS みんなで見えねえ、あ、見えたけど、そんな変わることもない。んー、あ、でもこれルルカやってる時が神髄なんだな。神髄じゃんじゃない、これ。試してみよう。何事も試すのが一番いい。はい、ということでちょっとルルカでやるけど、これさ、これ多分リリカちゃんよりこれルルカだね、多分ね。これ絶対なんかある。あとさ、いつかもう最近さ、よくあるんだけどさ、タッグキャラ、いろんなゲームで見るんだけどさ、コンパスでもいつかさ、タッグキャラ出てほしいよね。あの、なんだっけ、あの、アピールで変わるみたいな。いきます、じゃあ。はい。あ、でも、そうだ、字幕が変わってる。でも、サイズ同じだ。はい。なんか裏ない、これ。ほら、笑って。ふん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 。やっぱり決め手はカスタードクリーム。あ、なんにもないね、特に。なんだろう、他は多分でも小さくなるんだろうかな。じゃあ行ってみようか。これ、ブレドロとかにしてやってみたら、我に叱ろうとか言ったら、すごい、すごい凝ってるなってなるけど。やってみようか、じゃあ。あなただけのデッキを作り上げましょう。行こうか。はい。バトルの始まり。さあ、やってきましたと。多分でもまあ、特に変わらず小さく出るみたいな感じじゃない。行きます。これが真空王の加護である、はい、ないよね。なんなんだマジで。僕の方がでかい。備えよ、試練の時、人よ。あー、貫いちゃってる。最後まで足掻いてみせよ。ちょっとこれ以上は分かんねえな。何かあるのかもしれないけど、ちょっと分かんねえ。クールタイムは闇だもんね。でもクールタイム闇、ちょっと待って。とりあえずこのイラストはね、すごいんだよ。囚われのなんだよね。でもあれかな、これリリカちゃんがやられた時にこのカードが置いてあるとかかな。ちょっとね、ちょっと真相は分かりませんがね、ぜひ皆さんの目で確かめてください。それじゃあ、終わります。長くなるんで。それじゃあ、また今度。